シラクサのルチアは、聖ルチアの名で知られるキリスト教の準教者。ルーテル教会、聖公会、カトリック教会、聖教会で聖人。目、及び視覚障害者、そしてシラクサの守護聖人。記念日は、聖王では12月13日である。ルーテル教会信徒が圧倒的に多いスウェーデン、フィンランド、デンマーク、 ノルウェーで数形される数少ない聖人の一人である。これら北欧諸国では、キリスト教伝来前の番頭の祝祭、光の祭りが、ルチア信仰と結びつき、12月13日に聖ルチア祭として、国中で祝われる行事となっている。また、彼女は、ナポリの船乗りたちの守護聖人でもあり、サンタルチアという有名なナポリ民謡も作られている。街中には、 同盟の港もある。ここでは出生地主義を採用し、名前をイタリア語のルチアとする。日本のカトリック教会では称号をつけて、聖ルチア乙女殉教者とも呼ばれる。ルチアとは、ラテン語で光を意味するルックス、またはルーシットから派生した名前である。ルチアの伝説が伝播したのは中世だが、彼女の生涯は不明なことが多い。確かなことは、 ディオクレティアヌステイシハイカのシラクサで304年に、殉教したということのみである。彼女の犠牲は、ローマに広まり、6世紀には彼女を信仰の守護者として、教会全体で称えるようになった。ローマ人であったルチアの父が死ぬと、彼女と母エウティシアは、何の後ろ盾もなかった。エウティシアは4年あまりもシャリに苦しんだが、ルチアは、 聖女シチリアのアガタの奇跡を聞きつけ、ミサに参加した。エウティシアの病が癒される、よう、二人は聖アガタの墓前で一晩中祈り続けた。いつしか母子は眠ってしまうと、ルチアの枕元に、聖アガタが姿を見せ、私がそうしたように、あなたはすぐ、白草の栄光となるのです。と言った。エウティシアは、たちまち全開した。エウティシアはルチアを異教とと、 政略結婚させようとしたが、ルチアは自身の処女を守るために、持参金を貧者への施しとして欲しいと拒んだ。エウティシアは持参金が良い遺産になると示唆したが、ルチアは逆に母を解き伏せた。自分にはより高貴な婚約者がいるというのである。その異教とは思いのままにならないルチアに起こり、彼女を実はキリスト教徒であり、 神への犠牲としてあぶりにすべきだと密告した。ルチアを引き立てに来た兵士たちは彼女を動かすことができなかった。ルチアは精霊に満たされた山のように強固な存在となっていたのである。牛の一軍に彼女を繋いでも動かなかった。彼女の喉元に剣を突き立ててもルチアは自らを迫害する者たちに予言していたのである。最後の拷問として ルチアは両目をえぐり出された。奇跡が起き、ルチアは目がなくとも見ることができた。絵画や像では、彼女はしばしば黄金の皿の上に自分の眼球を乗せた姿で描かれる。AB、ラウドティ成人カレンダー。セイパウロ女子修道会。2015年10月17日閲覧。ありがとうございます。